はい、皆さんこんにちは、ワンナリグルビジです。では今回はですね、信長の野望大使新シナリオプレイしていきたいと思うんですが、今見てもらってる画面、これ三国志スクールじゃないかと、皆さん思われると思うんですけども、今回、信長の野望大使でプレイしていく、まあ、テーマなんですけども、武将をですね、新しく登録してい、きたいなと思ってまして、じゃあどんな武将を登録していくのかというところなんですけども、今回は幕末の、まあ、武将というかね、維新志士たちを、まあ、戦国時代の中に登場させたらどんな感じになるかなっていうコンセプト、テーマでプレイをしていきたいなと思ってまして、武将を登録するにあたって今見ていただいている三国志スクールを使っていきたいなというふうに思っています。で、三国志スクールはですね、三国志30周年で、リリースされたもので、ちょっと面白いシステムがあってですね、まあ、このチャンネルでも以前実況をしていたので、もしかしたらご覧になられていた方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、画像から武将の能力を設定してくれる機能があるので、今回はですね、まあ、序章というところで、維新の志士たち、明治維新の志士たち、武将たちをこの三国志スクールで、能力判定をしていってですね、信長の野望大使の中に登録をしていくっていうところをね、一緒にやっていきたいなというふうに思っています。では早速やっていきましょう。すでにですね、実は登録する予定の武将たちは用意してあります。ざっくり30人ぐらい、31人かな、登録予定がありまして、幕府の人材としては、まあ、家定から始まって土方歳三までの10人、あとは薩摩ですね、さらに長州というところと、ちょっとね、皆さんにも見ていただきたいのでゆっくり進めていきますけども、薩摩からは5人、今年の大河ドラマのメイン主人公である西郷隆盛ももちろん入れています。で、あとはですね、土佐からはもちろん坂本龍馬とかも入れてるんですけども、いやいや、あの人も入れてよとかっていうね、要望もしあればですね、一両日以内ぐらいまでにツイッターもしくは動画のコメント欄の方までお届けいただければ、お約束はできないんですけども、できるだけ反映をしていきたいなと思いますので、もしご要望あれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、ご連絡いただければと思います。では早速、武将を登録していきましょう。で、顔登録はですね、すでに登録してあります。これガンダムのキャラが出てますけど、これ以前実況してた時に登録してる、武将たちですね。当時はですね、ガンダム三国志みたいなテーマで、やっていたんで、その時のものが残ってるんですけど、まあ、これはそのままにしましょう。で、新武将で、実際にじゃあ、誰をどう見ていくかっていうところなんですけども、顔変更からですね、今回登録している武将たちを選んでいくっていうのが、やりたいことになっていて、ずらっとガンダムが続いてますが、ガンダムの下の方に今回、登録する31人の武将たちはもう用意してあります。10001番からですね、家定から始まっていきます。一応ですね、ここで言う10001になってますけど、これがまあ1番から始まっていて、例えば1005、これは05番の井伊直弼になりますね。こんな感じで、順々にやっていきましょう。じゃあまず家定なんですが、これ顔を設定した後、顔から設定っていうのをすると、こんな感じで能力がどんどん判定されていきます。じゃあ次進めていきましょう。こんな感じでね、ガリ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 進めていくと、知力が86、武力が93、魅力が79、義理100、仁徳77、野望55。いや、こいつ強いな。家持ち強いですね。じゃあ次は慶喜見ていきましょう。徳川慶喜、慶喜は知力が低いな。知力23、武力51、魅力70で、大使の場合だと武勇統率知力外政っていうね、4つあるので、まあ、知力はそのまま知力、武力は武勇に置き換えて、魅力は外政に変えます。で、
統率に関しては今回はですね、ちょっと人徳の値をそのまま統率にしていこうかなというふうに思ってますんで、そのあたりはね、ちょっと完全にしないところにはなるんですけども、ご容赦いただければと思います。こんな感じでね、順々にじゃあやっていきましょう。松平かたもりは魅力が高いですね。で、続いてはいい直輔ですね。でね、ちょっとあの画像を検索する中でどうしてもね、この絵になってしまった人が何人かいるんで、それをね、それでちょっとどうなのかなというところはあるんですけども、ご容赦をいただければと思います。で、勝海舟であってるかな。次はそうですね、勝海舟ですね。で、勝海舟でこんな感じでね、ガリガリ進めていきましょう。知力が96、高いな。榎本武明か。で、こっからは芹沢鴨になります。新選組ですね。で、近藤勇。近藤勇も魅力高いけど武力が22はちょっとな。近藤勇武力が高いイメージですけど。で、土方歳三ですね。みんな全体的に魅力が高いのかな。みんな高いですよね。で、こっからは誰になってる？あ、成明になってますね。島津成明。武力が94は高いな。続いては小松立脇ですね。で、今回は西郷殿。大河ドラマになってますけど、西郷殿も武力低いんだ。知力は高いですね。で、西郷殿の弟柔道ですね。柔道はというと、まあ、全体的な感じかな。知力がちょっと低いかなっていう感じには見えますが。で、大久保利通。大久保利通も全体的に能力としては平凡的な感じになってるかな。で、山内陽道ですね。陽道は魅力がちょっと低めか。で、吉田松陰。吉田松陰は武力魅力低いな。なんかね、吉田松陰は魅力が高いカリスマのイメージがありますけど、数多くの維新志士を育ててますからね。続いて草加玄瑞で、新様ですね。高杉晋作。高杉晋作は知力と魅力、そして統率の人徳が100は、これは強いな。これは強いですね。ちなみにですね、今回その幕府、薩摩、長州、土佐って形で分けてるんですけど、大使の中ではもちろんね、薩摩、長州、そういった国はないので、大名家はないので、まあ、薩摩に関してはね、そのまま島津に、長州に関しては毛利、で、土佐に関しては長宗我部に今回はね、させていただこうと思ってます。で、幕府に関しては徳川家にします。じゃあ次は桂小五郎ですね。魅力はやっぱりみんな全体的に高いな。これは伊藤博文で合ってるかな。桂小五郎の次は伊藤博文。そうですね。あの、実は僕の祖父も亡くなってるんですけどがですね、西郷隆盛と伊藤博文の大ファンで、僕の名前もね、一字ずつ実はもらってるんですよ。で、続いては山形有友。魅力が高いな。やっぱりみんな魅力が高い。で、続いてこれ誰？23番大村益次郎か。で、魅力が珍しく低いですね。で、世良修造で、次が世良修造になります。世良修造とかはどっちかっていうとあれですかね、戊辰戦争とかで活躍した人材ですかね。で、次は25に入っていって、あ、これが山内陽道か。さっきの誰だったんだ。ちょっとさっきの確認しましょう。さっき山内陽道って言いましたけど、陽道じゃないな。誰だったんだな。あ、これはちょっと待ってね。16番だから、あ、毛利高近ですね。山内陽道はこの25番になります。失礼しました。
山内陽道はこんな感じ。統率がちょっと低いかな。で次が板垣退助になりますね。板垣退助もやっぱり魅力が高いな。なんか全体的にみんな魅力が高い感じですね。で、岩崎弥太郎ですね。弥太郎は全体的にちょっとっていう感じかな。で28番は誰かというと後藤翔次郎だな。この辺りはね、あの大河ドラマ龍馬伝を見てた方とかはね、結構馴染みのある、武将というか志士たちが出てきてるかなとは思うんですが。で29番が武市半平太ですね。半平太も魅力は高いし、人徳、まあ、あの大使の中では人徳は統率扱いにさせていただくので、統率89もなかなか強いですね。じゃ続いて龍馬。龍馬はどうだ、人徳が80、統率はまあまあって感じかな。で、続いて中岡慎太郎。中岡慎太郎は全体的に高いですね。ちょっと武勇が28で低いかなっていう感じがしますけど。はい、というわけで今ね31人ざっと、能力決定してきましたんで、冒頭お話した通りですね、もしあいつも入れてくれとか、特に新選組とかね、今回3人しか入れてませんので、入れてくれとか、あとちょっとね、あの僕自身戦国時代とかに比べると、幕末の知識は少し薄い部分もあると思いますんで、薩摩、長州、あと土佐ね、他にも入れてくれとかっていうのがあれば、くどいようなんですが、ツイッターもしくは動画のコメント欄までお寄せいただければと思います。であと他の班もね、有名どころあれば、何々班の誰それっていうのを入れて、あのコメントしていただければ、できるだけ一両日以内であれば反映をして、大使の方シナリオプレイやっていきたいなというふうに思ってますんで、ぜひぜひ皆さんからのご意見をお待ちしております。というわけで、今回は上昇ということで、信長の予防大使、もし戦国時代に維新志士たちが舞い降りたらというコンセプトでプレイしていくための準備お届けしました。いかがでしたでしょうか。ではでは、コメント欄もしくはツイッターの方まで、ご意見ご要望あればお寄せいただければと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。